もう正直いろんな方に聞いてもやってることは変わらないって言われることが多くて、自分もその商品を通してそういう人と人の輪を作れるような。内定ね、何一つください、お願いしますお願いしますどうも、シュンダリメンバーのケンティーです。今回なんですけど、25ホツ座談会ということで、25ホツの就活生を集めて就活の近況を話していこうという動画になっております。秋冬インターンの締め切りも迫ってきてると思うので、ぜひ就活生はこの動画を見て参考にしてもらえたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで就活生の皆さんに自己紹介してもらおうと思います。はい、日本大学経済学部のタグマと申します。私は今大体5社ほど秋冬インターンに応募してまして、1社ほど決まってるっていう感じですかね。決まってるっていうのは本選考が、秋冬インターンが1社決まってる。それに並行して本選考1社受けてるって感じです。すごい。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、早稲田大学3年のゆうたと申します。私はですね、秋冬インターンに5社ほど応募しておりまして、うん、秋冬インターンの選考に進んでるのはまだ2社だけで、あと本選考が今1社進んでおります。はい、っていった状況までよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、横浜国立大学3年のあかりと申します。秋冬インターンは応募していなくって、現在本選考が2社ほど進んでいます。本日はよろしくお願いします。お願いします。もう本選考だけってことですか？あ、はい、そうですね、今本選考のみ残っています。秋冬インターンは申し込まずにもう初めから本選考ってこと？サマーインターンでほとんど終わってしまっていて、秋冬インターンはもうすでに落ちてしまったら申し込めないっていうことが多いので、うん、あとは本選考のみになってます。すごい。本選考何社でしたっけ？今は2社残ってますね。はい。でもそこ決まったら終わりみたいな感じですか？そうですね、一応一段落するかなという感じです。やっぱ早期化がすごい。早期化がすごいですね。内定も出てるんですよね？はい、出ています。怖い怖いですねすごい。業界によってはめちゃくちゃ早いなっていう感じがしますね。ちなみにどこ業界受けたんですか？はい、コンサル業界を受けていて、あとは自分のやりたいことができるので人材系とかも受けていました。確かになんかコンサル早いってイメージありますね。めちゃくちゃ早いですね。内定持ってる企業もコンサルさん？コンサル2社と人材系が1社っていう感じです。3社3社あったら、すごい。たくまくんはどこ受けてるの？そうですね、インターンはメーカー中心に受けてます。で、本選考は人材系の会社1社受けてるって感じですね。人材はオファーをいただいたので、その経由で受けたって感じです。メーカーは食品メーカーとか、それとも他のメーカーとかだったりするんですか？車とか。そうですね、全般的に見てるんですけど、飲料メーカーであったり食品メーカーっていうのを中心に見てます。はい。なんで食品メーカー？その中で特に飲料メーカーっていうのを見てるんですけど、私の原体験で高校時代に野球やってたんですけど、その練習終わりによく自販機に飲み物を買いに行ってたんですね。でその時にできる輪っていうのがすごい好きだったので、自分もその商品を通してそういう人と人の輪を作れるような商品を提供できる会社に行きたいなと思ってメーカーを中心に見てます。なんか輪って表現が素敵ですね。本当ですか？ありがとうございます。確かに輪の付けどころって人によって全然違うんですね。違いますね。びっくりしました。ゆうたさんはどこを受けられてるんですか？気になっちゃって。そう、僕自身は今秋冬インターン申し込んでるのは不動産だったりするんですけど、特にデベロッパーとかを見てるんで、まあ壁は高いんですけど、1社が書類選考で、もう1社がついこの間面接を、面接をやってきまして、初めて対面だったんですけど、対面やばいっすね。めちゃくちゃ緊張するんですよ。ビルの結構高いところ登って、そこでもう景色めちゃくちゃいいところで1対5とかで、1対5、そこでこう、あ、よろしくお願いしますみたいな感じで、初めてだったんで、それはめちゃくちゃ緊張しましたね。ディベロッパーってめちゃ倍率高いイメージありますね。なんかイエスの時点ですごい落とされて、面接行けただけで本当にすごいみたいなイメージがあるんです。夏インターン落ちてるんで、で、秋冬もちょっと頑張ってみようって出して、なんとか受かったんで、できれば面接も変えたいところであるんですからね。この面接っていうのはインターンの面接？そうです、そうです。あ、そういうことか。はい。え、夏どんぐらい出して落ちちゃったの？夏はそこまで出してなくて、それも2、3社ぐらいしか出してないんですけど、やっぱりこう2、3社だけで全然通らなくて、今回その2、3社でもちょっと似通った部分が作っちゃったんで、もう今回1社だけに絞って軸固めて、めちゃくちゃそこ期待率予感出して
ったのを2つだけ出したら片方だけは書類取って面接までいけたんで。なんでデベロッパーなの？人が生活していく上で建物って絶対必要なものだと思うんですよ、うん、人が生活していくにあたってオフィスビルも必要だし、うん、ショッピングボールも必要だし、うん、街づくりっていうことが人の生活につながってるっていうふうに僕考えて、うん、関西からこっち来た時にこう土地の広がり方だったり、うん、構造が全然違うなっていうのを感じて、うん、この街を作ることそのものに携われたら自分の生活プラスこのいろんなところから来る人の感性も変えられるなっていうふうに思ってちょっとデベロッパー目指してるって感じですね。どうしてコンサルなんでしたっけ？働き方とか人とかに携わりたいなって思っていて、それはいろいろ原体験があるんですけれども、その中でコンサルティングだと立場としては第三者として新しい視点をお客様に提供して、その中から何か課題の解決だったり改善ができるっていうことがしたかったので、例えば人材会社とかあとはメーカーの人事とかだとどうしても内部の視点になっちゃうのかなっていうふうに思っていて、その中でコンサルタントだったらもっと第三者として新しい意見が出せるんじゃないかなと思って、コンサルティングで自分のやりたいことをやりたいなっていう風に思ってます。僕もコンサル本選考を若干受けたんですけど、秒で落ちて、あ、向いてねと思ってメーカーとかその商品があるものってその商品に興味があるんですって伝えれば社員さんもこう食いついてくるじゃないですか、うん、逆にコンサルタントって興味のあるものっていうのが分からないんで、うん、そのこういうところに興味があるんですっていう風に伝えられないんですよ、うん、逆にそれと違った場面でコンサルタントこんなことができるんでコンサルタントしたいんですっていう風に伝えられる技術が素晴らしいなって思います。商材ないですからね。そう、確かにすごいですよね。でコンサルって逆に業界研究などが必要みたいな。本当にその通り でも正直いろんな方に聞いてもやってることは変わらないって言われることが多くて、部署とかであんまり変わらないっていう意味で、うん、じゃあどこで見てるんですかっていうとやっぱり皆さん人ですっていうことになるので、保険商材だから人っていうの結構大事になるなと思います。そこが一番の違いっていうのをいろんな方からも聞いて、自分でもまあそうだろうなっていうふうに思って研究してます。なんかもうみんな結構就活やってるなって感じしたんだけど、この時期何してた？まず一つ目がウェブテストで、二つ目が社員訪問って感じでやってます。ウェブテストはもう基礎となるところなので、もうこの時期に固めたいなっていうのがあったのでやってます。社員訪問はなんかもう自分の行きたい会社っていうのがある程度決まってるので、その会社の理解を深めたいなと思ってやってるって感じですね。やっぱりこう自分たちで調べるだけだとこう情報が偏るじゃないですけど、ちょっと限られてくるんで、そういった時に社員さんと話せる機会があるっていうのは結構大きいかなと思いますね。この時期は皆さんも社員訪問とかウェブテストとか？そうですね、僕は社員訪問始めたてぐらいなんですけど、今最近力入れてね、自己分析は絶対大事だなと思って、それこそ年明けまでには自己分析完結しとかないと、早期選考始まってるんですけど、ちゃんと本選考がいろんなところ始まりだした時に自分がしっかりここここっていう決めて就活進めることができないなっていうのがあるんで、今はもう自己分析の深掘りをめちゃくちゃしてますね。具体的にどういう自己分析してます？思いました。そうですね、ずっとなんでって考えて、僕ちょっと特殊でいろいろ自分が取捨選択してやることあると思うんですけど、例えばボールペンで赤選んだ時でも、え、なんで赤選んだのみたいな。どういうこと？いや、逆にこうちょっと前まで何も考えずにこうボケーって生きてきたんで、うん、ちょっとしたことからでも疑問に思わないと自分のことってなったらどんどん分かんないなって思って、こう意識的に何か選ぶ時とか自分で行動する時とかはなんでって考えるようにします。すごく癖づけをね。確かに逆にこう内定いただいてると思うんですけど、はい、今就活何されてるんですか？正直お二方のいいとこ取りみたいになっちゃうんですけど、社員訪問とあとこれからどうしたいかなってことを考えてます。社員訪問の方は内定いただいた企業はもちろんなんですけど、同じ業界の先ほどコンサルタントだったら、まあ、どこが違うんだよってこともそうですし、本当に働くってなったら本当にこの環境で働けるのかっていう、本当に具体的なところまで見たかったので、そこの率直な意見とか聞きたかったりとかして、そういう社員訪問は結構しています。それこそ私も結構なんでって考えるタイプで、自分日記つけてるんですけど、ちっちゃい頃からつけてて、自己分析の時はそれ見返して、え、なんでなんでってずっと考えてたんですけど、今もそういう思考が癖ついてるので、例えばこれをやりたいってなったら、え、なんでだろう、あ、こういうのが好きだからかっていうのをすごくスッキリして、それはまた書いたりしてってことをして、自分がどういう人間になりたいかとかも結構考えています。ケンティさんは就活どのくらい進んでるんですか？なんかもうインターンやってるので、学知化を今は作ろうみたいな、1個にめっちゃ集中して強い学知化を作れば、うん、まあ、就活うまくいくだろうとっていうね。学知化結構大事ですね。めっちゃ大事かもしれない。もうマルチタスク僕無理なんで、とりあえず一点集中一点集中感じでやってます。はい。
なんか皆さん社員訪問めっちゃしてるみたいな感じなんですけど、はい、社員訪問ってどうやってます？まあ、大きく2つあって、はい、1つ目がマッチャーっていうアプリ使って、ああマッチャーで、2つ目が実際に働く社員のイベントとかであった方とかに紹介してもらったり、はい、それこそ旬ダイアリーのイベントであった社員の方を紹介してもらったりって感じでやってます。私はそんなにコミュニティが広くないので、うん、同じくマッチャーとあともう一個アプリを使って自分の行きたい企業だったりとか、あとは業界の方にダイレクトメッセージでやり取りして、実際にズームとかで聞いてるっていう感じでしたね。もう一個のアプリっていうのはツイッターとかビジネスキャンパス、その2つがネットで一番上に口コミで出てきたので使おうと思って使ってます。インターンばっかやってるって言ったんですけど、やっぱ就活のモチベがないっていうところが一番あるんですよね。ちなみにモチベあります？モチベめっちゃあります。やりたいことも決まってるし、うん、行きたい会社も決まってて、その会社にどうしても入りたいって気持ちが強いので、めちゃめちゃモチベ高いですね。目が輝いてますよ。すごい。あります？モチベ僕自身結構波が激しくて、今はそれこそ課題とか授業とかに追われて全然できてなくて、うん、めっちゃある時とない時で結構差はあるんですけど、逆にない時はこうちょっとでもネットで会社の概要を見るとか、うん、ちょっとでもこう就活とはもう縁のないようには知らないでしょ。暇になったら自己分析してれば勝手にモチベが上がっていくかなっていう。暇になったらできるっていうのなんか、いや暇を探さないとやらないんで。なるほど。逆にモチベーションどうやって？そうですね、今は同じなんですけど、自分がこの理想の自分の将来像みたいなの、こうやって働きたいなっていう思いをもとに、じゃあ今できることなんだろうなってことを考えたりだとか、あと本当に一緒で、その隙間時間にも就活とはちょっと 2,3 歩離れてるけど、例えば大人の人がどういうキャリアを歩んできたかっていう全く関係のない業界でも、そういうこと話を聞いたりとか記事を読んだりすると、あ、働くって結構楽しそうだなとか、自分もこうなりたいなっていう風に思えて、よしじゃあ今のこと頑張ろうって思えたりしてますね。周りが結構優秀なんで、やってないよなみたいなこと言うと、もうこれやった方がいいよみたいな、やば、そう、すごいわ、そうなんですよ、言ってくれるんで、あ、まあそれやる、やるそれでモチベーション無理やり上げるみたいな。逆に自分周り全然やってなくて、話す相手もいないみたいな感じで、ね、周りにやってる方がいれば情報共有して、うんうん、お互いのモチベーション上げ合うっていうのは大事かなと思ったりしますね。今年ももう終わるということで、皆さんの抱負をお聞きしてもいいですか？意気込みみたいな。とりあえず一社決まったので、あのインターンが、その会社のインターンに全力で挑もうと思います。で、あとは他のインターンたくさん出して通れるように頑張ります。頑張りましょう、はい、お願いします。私は今通らせていただいてる本選考があるので、そちらをもう全力で頑張ることと、あと一度広い視野で今自分のやりたいことって本当にこれかなっていうことを考えるっていう時間も大切にしながら、年内乗り切りたいと思います。頑張ります。頑張ります。僕はまだまだこうインターンとかも本選考とかもまだまだ途中なんで、ここからもう一踏ん張りしていい結果残せるように、内定年内に一つください。お願いしますお願いします頑張りましょうという感じで、皆さんも一緒に、はい、頑張りましょう。就活やってない人もいるので、はい、今からでも遅くないので、ぜひ皆さんも一緒に頑張りましょう。ということで、じゃあな。ここで旬ダイアリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんの ES を無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人間ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしい ES を送るだけだから簡単。 LINE 欄からチェックしてみてね。